って食べたら、なんか塩辛いとか言ってはったから、なんでかなと思った。宇宙って無空間なのに、水もないのに、氷の塵ってどうやってできるんだろう。こういう機械ってなかなか探すの大変なんですよ。だからそういうところにこんな広いところでパッと参加、ね、気軽にさせてもらえたら、ね、嬉しいですね。子供の時にこんなあったらよかったな。体験だけじゃなくて、いろいろ担当者の人が教えてくださったおかげで、いっぱいなんか疑問を持ったり、自由研究は終わってたんですけど、またもう一個やるって言い出して、その疑問のことをまた家に帰って掘り下げられるなと思いました。